はい、3戦目からとある事情で雄大視点でいきたいと思います。じゃあ僕先手でいきます。はい、これキックはキックはキックするかするな、キックで高いまたキックでイヤスマ、トチさん、
発します。いや、ハンドサが…はい、ということでね、怒られた人みたいになってあの、ナメプの煽りを入れて、ね、俺が切れるというね。いや、なぜブルーランを持ってきたのか、エムラじゃダメだったのか。2戦目は、エムラじゃダメなんでしょうかって、連邦さん状態だったので、なんでブルーランなんでしょうか、エムラじゃダメなんでしょうかしてるよね。いや、あれはひどかった、うん、なかなかの、ね、ハンドパンパンマンだったもんね、なんか知らないけど俺こいつドロス使ってないのハンドパンパンだなと思ってたおかしいな、ね、あれおかしい。いや、ソリンで持ってきてるから。あ、そっか、ソリンで持ってきてるのか。そう、しかも一番うぜえなと思ったのソリンで公開したハンドを伏せた時がすげえイラッとしたんだ俺はいや、俺さっきデュレスで見てるやつオープンになってるし、ソリンでも見てんのになんで伏せるんって撮ってるやんこれと思ってしかもね、そのさ、自分の視点にしてわざわざ見えるようにしてるのにさ、自分確認して一瞬で伏せるから多分みんな見えてない何のためだったんでしょうかっていう反省会だね。うん、反省会ですね、これは、うん、ということでね、また来週はこの2人の対戦を放送したいと思いますんで、はい、ご視聴の方お願いします。はい、お願いします、はい、ということで今週は今週はここまで。ありがとうございました。こちらありがとうございます。